シン・ソーマ・バグ・テレトくん、せーの、ナイトです。さあ、ということでやってまいりましたよ、皆さん。やばいやばい、何これ。なんと、ドット ST ストア浅草ロックス店に来ています。すごいね。やばい、初めてなんだよ、めっちゃおしゃれだ。すごいね。今回はなんとアダストリアさんとの特別コラボ企画です。やばい、嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しい。やばいよ、やばいね。俺たちもついにここまで来たか。ちょっと待って、アダストリアさんといえばグローバルワークやニコ&ローリーズファームなど30以上のブランドが集結したファッションウェブストア .st を運営している会社さんでございます。素晴らしい、ありがとうございます。やばいよ、本当にね。やばいね、うん。そんなやばいところですね。今回はですね、そのリアル店舗になんと我々ナイトへ全員で遊びに来ちゃいました。浅草といえばね、なんかいろいろありますよね。浅草寺とか、ね、浅草寺とか、はい、中見世通りが有名なんだけど、ね、中見世通り、ね、中見世通り知ってる？ような全然知らない顔してるぞ。絶対知らないだろ。海外からの人めっちゃ多いよね。いや、めっちゃ多かった。大人気だよね、本当に。日本の観光スポットみたいなところはあるかもしれないね。いや、そうだね、そうだね。由緒正しき風神雷神浅草寺。本当にやめて。中見世中見世来た。中見世大丈夫、俺たち浅草にふさわしい。やだい。ちょっと、ね、日本らしさというよりね、やっぱエレガントなんで、うん、まあそうだね、僕たちって2人、はいはいはい、そういえばさ、はい、今日のコラボ企画、おい、てるちゃんがめっちゃやりたいことがあるって聞いたんだけど、何？なに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 ？第1回姫にズッキュンマジコーデ対決。ズッキュン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 、姫にズッキュンマジコーデってか、テンション高くないけど、なんかめっちゃ元気じゃん。確かに確かに。動画あるからね、みんな。いや、まあ動画はね、テンション高いよね。今日ずっと楽しそうなんで、楽しいよ、ね、楽しいよ。今日のコラボ、本当に楽しみしてたんですけど、で僕さ、普段からドット ST さんで、ね、ハレっていうブランドの服を買ってて、ああ、そうだよね、よく買ってる。めっちゃ好きなの。いや、ね、あ、俺ずっと昔から、まあ、ずね、うん、一緒にいるけど、うん、もう毎日買ってたもん。いや、ま、テレタがもう毎日晴れでね、買い物してるのね。今日も晴れだしねって言ってね。今日は雨だね、まあ、そ, そっちの晴れじゃないから。バオ君声もちょっと晴れてるんですけど ね, ね, ね今日冴えてるな、テレタ。うますぎない？バレてるよりやってたんだけどな。ルール説明しちゃっていいですか？お願いします、はいはいはい、まずその1、はい、ブランドを選びます。ブランド、それからこのお店にある服から、うん、リスナーさんにかっこいいと思ってもらえるコーデをガチで選んで、ガチガチ、解決してもらいたいと思います。素晴らしい。ちなみにガチ対決ってことは、負けたら当たり前に罰ゲームってあるんですか？いや、それはもうもちろんなしはないでしょ。これテルトの権限だから、ここ、うん、ないかもしれないし、あるかもしれない。まあ負ける気はしないですけどね、僕。あら、これはあるパターン。全然負ける気しないよ。全おごりでいきますか。おお、負けたやつは全おごり。何をおごるの、それは。コーデ代出しますか？マジで。まあまあいいよいいよ。まあ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 、いつも持ってるし。確かにな。じゃあ負ける気満々じゃん。いや、まあ、ありがとうな。てか、これがブランドみたいなのがあるからさ。ああ、そうだな。え、でもさ、特別コラボ企画でしょ。そうだね、はい、気合い足りなくない？気合い、その鳥みたいなさ、自分のことブランドってやつっていいのかよ。なんなんだよ、お前なんなんだよ。じゃあお前なんなんだよ。俺もうね、バオより声がでかいんで。バオより気合い入れんな、お前。なんでさ、おい、出せんのかよ。そんなのさ、せっかくのコラボなのにこんななっちゃってということでですね、はい、うん、リスナーの分も買ってプレゼントしちゃおうよ。よく頑張った、よく頑張って声を出した。今のリスナーさんの分まで買ってプレゼントしましょうって言いました、はい、これから俺たちが選んだトップスをですね、なんとですね、はい、プレゼントしちゃいます。しかもね、それだけじゃないんです。おっと、俺たち、うん、8月2日、4周年です。うん、4周年だね。4周年にちなんで、はい、トップス4着ずつあげちゃいます。嬉しい、ありがたい、嬉しい。いいんですか、4着ずつもらって。めちゃめちゃうなずいていただいてる、ありがたい、ありがとうございます。本当にみんなす
こいいですね。応募方法はですね、動画の最後にちゃんと、紹介するので皆さんね、ちゃんと見ておいてください。はい、ではですね、どんな服があるのかちょっとお店の中覗いていっちゃいますか。いっちゃうぞ。これいいの、帽子もいいよね、靴もめっちゃかっこいい。そう、やばい、あれ新速多いって。いや、あれ聞いたで。どのブランドにするか決まった、みんな。どうすか、どうすか。いや、もう俺は決まったね。決まったよ。今日ちょっと旬からね。ペーシーボーイもらっちゃいます。いや、楽しみ。よかったですね。よかったね。すごいね。そう、まあ、グローバルワークしました。グローバルワークしました。いいね。グローバルワークに入社いたしました。おめでとう。ありがとうございます。やめろ。いやね、俺に嫌えるブランドがありました。呼んでた。クワズレイプー、レイジーブレーですね。かっこいいよ。レイジーブレー、よかったね。でも確かに、ね、僕も普段から買ってる晴れにしました。いやー、これはでも強いよね。任しても、ね、知り尽くしてる男だから僕は。やばい。いやね、これはね、レベルの高い戦いになりそうですね。ですね。はいはいはい、はい、頑張るぞ、うん、あれ俺たちね、うん、武道館ライブも控えてますから。そうだね、うん、ですよ、8月2日ね。はい、ちょっとかかってるかもな。みんな気合入ってんの、いけんの、この大会で、ね、はい、武道館やれるかどうかも、うん、ちょっと分かっちゃうかもな。確かにな。確かに分かる。ここで行けてなかったら終わりだから。そうだな。悪いけど勝ちもらっちゃうよ。あー、着こなしちゃうよ。それじゃあコーデ選びスタート。よろしく。よろしく。いや、でもどれにしようね。これいろいろあるんだけど、まあでもな、どれでも着れちゃうからな。まずお前が着たいやつでいいよ。まあでも、これちょっと可愛すぎるかな。俺は着れないかな、ちょっと。そうだな、あとはそうだな。あ、でもこのコーデとかは、どうだろうね。これ下で、これ下の、これ上とかだったら、ちょっと似合うんじゃない。なんかね。はーい。さあ、ということでですね、俺はですね、グローバルワークさんなんですけれども、いや、ちょっとね、本当にね、見てもらうとね、めちゃめちゃシンプルな素材というか、本当にあの、まあこれからね、あの夏もう本当に暑くなってくるんですけど、本当に着やすい、すごくこう通気性のいいものもすごく取り揃えているっていうのがグローバルワークの印象なんで、いや、ちょっとな、これもすごくいいと思いつつ、俺はですね、ストライプ調がすごい好きだから、ちょっとこうどうしようかな。ここら、あ、これとかめちゃめちゃいいな、ちょっとね。で、俺ちょっとね、あの会社とかね、あの事務所に結構ね、あの出社、まあ、行ったりとかするから、ちょっとこう、なんだろうな、お前と一緒にこう会社に行くときにこう着ていけるような、そんななんかシンプルなイメージでちょっと取り揃えていこうかなって思ってます。あ、でもこれがね、決まったらもう中はね、シンプルに白シャツがいいっすね。これ合わせて、で、でも割と結構ね、黒のタイトなちょっとパンツでこうスラッと見せたいなと思う。これっすね。うん、結構この感じでちょっと組み合わせていこうかなと思います。はい、ちょっとマジでシンプルで結構かっこよくなるんじゃないかなと思うので、ぜひ期待しててくれよな。よろしく。どう、弱くないねえ、あんまこういうとこ来ねえじゃん。だからさ、これ結構あれなんだよな、普段着ないやつをお前に見せようかなと思いつつ、ね、レイジーブルースしたんですが、どう、どれ着てほしい。これもいいよね、こういうの。どうどうどう。しっ、あ、いいな、おしゃれだよね。初っぽい感じもしたいな。てか、何これのこと見せて。お前、俺のこと好きなの。俺もお前の愛してる。
あ、そういうこと言うの。あ、そういうこと言うの、てるちゃん。それ俺のセリフなんだけど。でも今バー君声がやられてるからさ、僕のが、うん、僕の方はちょっとバー君じゃない。愛してるよ、リスナー。チューチューチュー、愛してるから。着替えるから、かっこいいとこ見てみてよ。またね。ねえねえ、どれがいいと思う？あん中だったら。これさ、めっちゃ爽やかな俺、かっこよくない？どう？似合ってる？どう？いい感じ？これもいいよね。どうしよっかな。ズボンも決めたいな。これとかもさ、ちょっとスカートっぽくてかっこよくない？めっちゃいいよね。迷うな、君に見せるの。どうしよっか。これさ、めっちゃ透けてて、これ夏でも涼しそうじゃない？もうなんならもう1枚でいいかな、僕もうこれ1枚でいっか。それでいけ。おい、それがいいよ。おかしいだろ、おい、肯定すんな。おい、お兄さんが買ってあげるよ。買っていいよ、こっち来て。でそれはそれで、え、何それはそれで、何それはそれで、別でお兄さんが買ってあげるよ。本当に？なんかお兄さんとお茶しようね、この後。うん、分かった。ちょっと怖いんですけど。じゃあお兄さん行くね。君何してんのそれ、撮影すごいね。うるせえ、邪魔すんな。これ何？テレビ？ねえ、これテレビ。うるさい。ちょっと邪魔が入っちゃったんですけど、自分の中で決まったので後で見せるよ、よろしくね。さあ、ということで、みんなコーデ選びどうだった？おーい、でも、なんかあれじゃね、みんなお揃いじゃね。黒ずくめの。そうね、やっぱまあ、俺たち黒好きだから。うん、いや、こんな衣装ないだろ。みんなお揃いになっちゃった。全身コーデ、全身コーデ。ないと黒ですからね。黒すぎるよ、黒すぎるよ。今回対決なんで、なんと審査してくれる人をお呼びしております。おー、おー、誰だ。ドット SP メディア部長の島田さんです。イエーイ、おー、ちょっと一番手、僕行きたいなと思うんですけど。我が名はシン、世界を壊し世界を作るものだ。おー、かっこいい。何が壊れるのか楽しみだね。パクったページボーイを壊し。壊すなよ、おい。じゃあちょっと見してっていいですか、早速。あ、はい、ということで、俺の選んできた衣装はこちらです。おー、じゃん、さすがです。島田さんすごい。島田さんナイス、素晴らしい。ということでね、あのページボーイってレディースのブランドなんで、うん、こうユニセックスで着られるアニュイと、うん、そしてページボーイリムからちょっとコーデを選ばせていただきました。かっこいい。ちょっと良くない？めちゃめちゃいい。まあ俺らしさもありつつ、センスあるね。あの俺結構長袖とかが好きなんですけど、うん、ね、まあでもやっぱ暑いから、こういう風にあの網の感じで涼しさもありながら、こうちゃんと着てる感も出るやつと、それに合わせてね、こう白の爽やかな感じと可愛いクマちゃんで、ちょ、欲しい要素全部盛りだしね。やっぱちょっと俺といえばもうアクセつけれるだけガンガンつけるタイプなんで、ちょ、こういうとこでね、ちょっとらしさもいろいろ出しつつ選ばせていただきました。素晴らしい、素晴らしい。どうですか？いや、もう全体のすごくバランスもかっこいいですし、ハットとそのカバンとあとアクセサリーと全体のすごいバランスがとってもかっこいいです。はい、ありがとうございます。おー、え、じゃあつまり優勝は？まだ分かりませんよ。さあ、ということで続きまして、相馬のコーデなんですけども、グローバルワークさんからですね、選ばせていただきました。コーデこちらになります。せーの、ドン。こちらです。いいじゃん、はい。いや、本当にね、めちゃめちゃ夏らしい格好を今回選ばせていただいたんですけれども、まあね、本当にあのグローバルワークさんといったらですね、本当にあのすごくシンプルかつ素材がめちゃめちゃいいんですよね。通気性もすごくよくって、俺も結構何度か着させてもらってるんですけども、特にすごい好きなのはですね、皆さん見てください、
夏にぴったりなこれもうシャツなんですけども、これ一見ねシンプルに見えると思ったそこのあなた、全然違うんですよ。ちょっと見てください。ちょっと夏らしい水色チックなものとですね、そしてこのね、まあ、ワンポイントこのねストライプがですねすごく、マッチしてまして、そして俺ちょっとね個人的にストライプ調が本当に本当に好きなので、結構夏はですねストライプのものねシャツ着たりとかするんですけど、本当に俺の好みなものを全部選ばさせていただきました。そして、金のねアクセサリーとかもすごく好きなので、このシンプルなものプラスちょっとアクセサリー、こういうね金のネックレスとかつけてちょっと結構目立たせるようなそういう、ファッションさせていただきました。ということでストーマンの、ファッションでした。ありがとう。これの人はシンプルなんですけど、そのアクセサリーの使い方とか、あとカバンがねすごく可愛らしくで便利に持ち運びもねできるし、はい、とても素敵です。ありがとうございます。はい、ということで最強の俺のコーデマです。3、2、1どうぞ。かっこいい、意外。あんまりね、俺こういう夏のコーデしないんですけど、あんま俺こういうイメージないし、白ってさ、はいはいはい、これカーディガンも強いっすね。で俺らしのタンクトップと、ここら辺のね、アクセとか見て、この靴も可愛くない？いや、めっちゃいい、めっちゃいい。靴めっちゃ可愛い。まあこういう服だったら、すごい女の子も着れるし、定着していいのかなって思います。イエーイ、いいじゃん、いいっしょ。あんまないよね、マジで、こういう衣装。街でもね、これからお出かけが楽しくなる季節でも、なんか両方でもすごく楽しめるファッションですし、男の子でも女の子でも着こなせるファッションもとても素敵です。はい、ということでラスト、僕の出番が来たんだけど。いや、来たよ。さあ、僕はですね、もう普段から買ってるタレですから。まあそうだね。はい、じゃあいきます。3、2、1。うわあ、おお、めっちゃいいじゃん。いいねー。どう？かっけえ。かっこよすぎる。いや、今回なんだけど、うん、もう僕いつも晴れで服買ってるから、うん、僕が買うんだったらこれにしよう。うん、これはもう実際あって買うんだけど普通に。いや、今回ね、全体的に夏っぽいコーデなんだけど、うん、このね、彼の特徴の花柄とかをね、取り入れてコーデ決めてみました。いいねー、スケスケわかる、ね、そう、エッチ、おかしいだろ。いいな。僕さ、半袖なかなか着ないじゃん。そうね。で、なんかこう、しゅうちゃんも着てたんだけど、こう透け感がある服めちゃくちゃいいよね。わかるよ、うん、今インしてるんだけど、下ろすとこんな感じ。わー、いいね、またちょっと違ったね。ちょっと違う、ね、うん。でね、夏らしいこういうシルバーのアクセサリーとか似合ってる。あとね、じゃん、見て靴めっちゃかっこよくない？かっこいい、かっこよ。この真ん中のさ、このセンターのさ、ジップ超かわいいよね。いいよね、うん、おしゃれ。島田さん、はい、どうですか？いや、もう本当に一言でかっこいいですね。で、すごい夏のね、季節感も出てますし、ただ一つこのアクセサリーだったりの使い方もすごくうまいので、はい、とても素敵です。はい、ってことはもしかして優勝、優勝どうかな。さあ、ではですね、それぞれコーデ発表が終わりましたので、はい、結果発表していきますか。いやー、いや楽しみだね。楽しみ。さあ、ということで島田さん、はい、発表お願いいたします。はい、それでは本日のコーデバトル発表させていただきます。おお、はい、お願いします。まずは本日のコーデバトル優勝者は、はい、もう来る、もう来る、誰だ、誰だ、おテルド君。あー、やったー、嬉しい。島田さん、ありがとうございます。嬉しい。まあ、やったー。なるほど、ちょっとわかるんだよ、いいんだよな。続いて、続いて2位の発表していきたいと思います。誰が大事だよ。はい、なるんでしょうか。では島田さん、2位お願いいたします。はい、それでは2位の発表です。デレ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 シウン君。オーケー、わかってらっしゃる。いやー、まあでもいい
からね、すごいね。おしゃれだからね。さあ、ということで2人残ったんですが、しゆちゃん。はい、ということでね、これからはね、ソーマバーウェピリの方の肩を島さんに叩いてもらおうと思います。お願いします。さあ、どっちなんだ、どっちだ。さあ、では選んでいただきましょう。島田さん、お願いします。おー、え、あ、え、で、そのあー、いやいやいや、うわー、分かった、全然、ただね、じらしてね、怖い怖い、じらしてね、お願いします。島田さん、エッチだな。俺はいつも散らされるのじゃねえんだよ。島田さん、毎日行くんだ。毎日俺、さあ、ビリになるのは、ビリになるのは、ありがとうございます。島田さん、どっちだ。ん、あ、あー、悲しい。あ、そっか、負けたか。いや、手叩かれたんで、はい、1位です。おかしいだろ、1位の決まった。うっそー。はい、ということで、はい、ということで3位がバーウ、4位が相馬ということですね。はい、ということで、なんと、うん、自腹はソマちゃんに決定ね。イエーイ、どんまい、やった、ありがとう、ありがとう、はい、サンキューな。もうね、もう自腹、お店ごと買います。お店ごと、ワンちゃん買えそうで怖いな。規模感、規模感どうした。いやー、ちょっとね、まあ、いろいろありましたけれども、はい、ちょっとじゃあ、まあ、感想聞いていきますかね。そうだね、改めて、はい、お願いします。お願いします。はい、4人ともね、本当とっても素敵なコーデを選んでいただいたんですが、はい、いや、正直本当選ぶの大変でした。ただですね、まずね、テルト君がやっぱりこんなね、ハレのブランド愛がとっても伝わってきたので、はい、1位を選ばせていただきました。ありがとうございます。愛が強い、はい、これからも通います。はい、ありがとうございます。あとね、本当に皆さんね、アクセサリーの使い方とかカバンの使い方とか全体のその重ねの夏のね、やっぱり結構シンプルになりがちなところの中でもすごい着こなし素敵だったんで、本当この残りの皆さんは大変難しかったんですけど、相馬さん、ごめんなさい。とんでもないです。振られたみたいな。というわけでですね、改めまして、リスナーにはですね、俺たちが身につけているトップスをプレゼントいたします。これね、すごいよね、これ改めてね、肩でもらえちゃいますからね。やばいよ、はい、羨ましいね。さあ、詳しい応募方法はこちらになります。お願いします。皆さん、ちゃんとチェックしてください。よろしくお願いします。チェックよろしくね。よろしく。島田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ライブ見に来てください。行きます。見に来てください。楽しみにしてます。はい、ということで、今回のドット ST さんとのコラボ企画、みんなどうだったかな。いやー、よかったね。いや、面白かった、楽しかった、ね。そしてみんなね、すごくね、おしゃれにね、着こなしていてね、うん、でも島田さん、ちょっとね、選ぶの大変そうだったよね。ねまあね、僕は1位ですからね。まあまあ、俺も2位ですからね。俺が3位ですから。まあ俺4位ですけどね。でもどれも素晴らしかったですね。ね、素晴らしかったです。なんかこうやってなんか、コラボでね、服とかいろいろ着てみるみたいな、初めてだったところじゃ。めっちゃ、めっちゃ楽しかったよ。新鮮だったんだよ。またやりたい、ね、ぜひぜひお願いします、うん、はい、ということで、改めて今回審査にご協力いただいた島田さん、そしてドット ST 浅草ロックス店の店舗スタッフの皆さん、アダストリアスタッフの皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして最後に皆さんにお知らせでございます、はい、ドット ST さんのアプリをダウンロードするとですね、俺たちが今着ているなんとコーディネートが書き下ろしイラストになって期間限定のスペシャル特典としてもらえちゃいます。嬉しい。マジこれイラストなんだよね。イラストになっちゃいます。楽しみなんだよ、マジで。やばい。店舗サイネージやボードなどでも展示される予定ですので、はい、詳しくはドット ST さんの公式ホームページや SNS をチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしく。そしてリスナーさんへのプレゼントの詳細も要チェックしてね。チェックよろしくな。応募忘
れんなよマジで、ね、概要欄めちゃくちゃ見てくれよな、よろしく、一緒のやつ着ようね、うん、たくさんおもろいとか気抜いてコールとか動画の感想も待ってるぜ、待ってるぜ、ぜぜ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 ぜ、以上、せーの、ナイトエルシャー、バイバイ。お会計ですもんね、はい、本日はお買い上げありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこちらになります、いくらいくらだ、うん、じゃあ払いますかね、じゃあね、ありがとうございます、はい、僕のカードで払っちゃいます、はい、お疲れ、じゃあこちらお願いします、えいいカードですね